はい、皆さんこんにちは、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに病室から配信していきますね。と言いたいとこなんですけど、ちょっとねここねいつもと場所が違うんですよ。自宅です。採血して数値が良かったので次の抗がん剤治療が始まる日まで自宅帰っていいよって言って一時退院をさせてもらいました。なので今日はこの自宅からお送りさせてもらいます。この動画で、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さんやそのご家族やお友達が元気になってもらえますように頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、今回のテーマもね美容と健康なんですが、お通じですね。便秘の人ってこの日本全国に約470万人います。ネットで事前に調べました。便秘になる基本的な原因は生活習慣にあるらしいんですけども、そんなん言われてもね困りますもんね。どないして変えろっていう話、変えたらいいだけの話なんですけども、前回の動画でお知らせしたようにですね、便秘が解消されたかもしらんわ、調子ええわっていうなった人の話をしていきます。まず一人目はですね、お客様なんですけども、ヘアカラーのカラーを塗って待ってる時間にサービスでお飲み物をお出ししてたんですけども、当時はごぼう茶というお茶がありましてですね、その日はそれをお飲みになられたんです。でその次のご来店の時にまたあのお茶くださいとご希望されましてお出ししました。でその時にえらい気に入ってますねと僕聞いたら、これを飲んだ日に溜まってたもんが出たんですとおっしゃられたんですね。で、調べたらもともとごぼうの繊維は便を柔らかくしてくれて腸に刺激を与えてくれる、でしっかり排出してくれる効果があるらしくて、すごい便秘にはいいらしいんですね。でその次に来られた時もまたあのごぼう茶入れてくださいって言われたんですけどね、もうそのごぼう茶はね、取り扱いを終わってしまったみたいで、いつも買ってたところがもう取り寄せれなくなってしまったんですね。でその方はご家庭での別の種類を買って飲んでたみたいなんですけども、ちょっと相性が良くなかったらしくて効果が全く見られなかったというのでね、なんか幻のごぼう茶になって終わってしまったようです。でもたくさん種類が販売されてますので、体に合ったごぼう茶に巡り合うかもしれないので、いろいろ試してみてはいかがでしょうか。ほんで2人目なんですけども、2人目の方もお客様なんですけどね、以前にねココナッツオイルって流行ったでしょ。でその時に僕が働いてる美容室でも販売してたんですよ。でそのお客様がねその商品を見て、どうやら全く同じ商品をわざわざ電車乗って遠くまで行って買いに行ってたらしいんです。でその方は結構来るたんびに、来てもらうたびに注文されるので、ずっと置いてるんですけどね、商品は。その方はすごい体に合ってたんでしょうね。一人目のお客様と同じように相性が良かったなと思います。とそんな感じでごぼう茶とココナッツオイルで便秘を解消された人の話でした。で今回はこの辺で、この動画でね白血病がんになってしまったたくさんの患者さんやそのご家族お友達が元気になってもらえますように、これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。それからね、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
あと皆さんにこれを毎回 お話しさせてもらってるんですけども、この動画配信をきっかけに僕のような白血病やがんになってしまった人たちのためにぜひ献血や骨髄バンクにご協力ください。今回 YouTube にね動画を配信しているのもですね、 YouTube を見ている世代の YouTube 人口の血液が必要です。きっと多くの方にこの思いが届くと思っております。下の概要欄に献血と骨髄バンクの URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。献血やったらね、町中のあちこちで献血カーっていうのがバスが止まってるのでやってると思うんですね。最近では大型ショッピングモールにも来てるみたいなんで、ぜひ行ってあげてください。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。